どうも皆様お疲れ様です。クラウンです。前回ですね、ハティ&スコル合計152匹で、まあ主にシャドウメインで討伐することができまして、ハティレリックとスコルレリックをゲットできたので、ドラゴンに挑戦することができると。まあそのために、あとはアーティファクトが必要になりまして、免疫のアーティファクトはゲットしているので、天帝のアーティファクト、強者のアーティファクト、狡猾のアーティファクト、これがね、必要になってくるっていうことなので、今日はそれを取りに行こうと思います。今日は何時間かかるんだろうか。大丈夫ですよそんなにかからないと俺は思ってるけど、洞窟3つ行くだけですよ。舐めてもらっちゃ困る。アーティファクト3つ回収するぐらいね、もうチャチャッと終わりますよ。出ない。あ、デスボーナス何せ嘘だ。もうフラグですねと、約束されたハプニングと、侵害だ俺は必ずクリアできると思って、もう毎回完璧な作戦を持ってやってるんだから。まずは天帝の洞窟行きましょうか。 8.5、24.3 8.5、24.3 ちょっと探していきましょう。まあここだね、ここ天帝の洞窟はね、アーティファクト3つ取るだけだよ。デスモダスもいるんだよこっちには。まあみんな舐め腐ってますけど、さすがに大丈夫ですよ。よし、まずは天帝の洞窟行きましょう。お、いいね、出て熊とかめっちゃ強かったね。こいつらもレベル上限突破してるんだろうな。あいつには気をつけないとダメですね。プルロビア。あれ多分プルロビアかな。これ。こっからね、飛び出してくるやついるんで、それさえ注意してればもう余裕ですよ。デスモラスさんがいれば。こっちっぽい。うわぁ、これプルロビアじゃないですか？大丈夫？ビビりすぎ？ちょっとこれ行くしかない、一気に行くしかない。ゴー、怖っ。いいよ余裕。これ奈落っぽいな、気をつけないと。なんか一番奥に来たけどないねアーティファクト。まあローカルって時間経たなきゃあれっていうのもあるから、ちょっと待つか。プレートも出てなさそうだったからね。これすごいローカルで今嫌なとこなんだよね。クレートが湧かないのと、アーティファクトが湧かないこと。クレート回ろうって気にならないんだよね。これってフィヨルドだけなのかな。ロストアイランドの時はそんなことなかったんだけど。時間が経ったので見てみますか。湧いてるかもしれん。あ、湧いてる。ほら、こういう感じでね、湧いてくれるんですよ。クレートもしっかり回収していきましょう。カスだったあれ天帝のアーティファクトですね。よし、OK。よし、天帝のアーティファクト。これでゲットですね。ついでにもう一個欲しいんだけどな。カワウソさんがいれば。やっぱ肩乗り生物はカワウソしか勝たんよね。これでもう一個湧いてくんないかな。湧いてないですね。あ、カワウソさんがいれば2個持てるはずなので。ボス戦に備えてね、高品質のサドルが欲しいですね。なんかバグっちゃった。バグってめっちゃパンチしちゃう。こっちの方にはクレートはないのかな。あ、なんかありそうじゃん、こっち行くか。うん、帰り道だったわよし、とりあえず天帝のアーティファクトをゲットできましたね。さあ続いては強者のアーティファクトを取りに行こうかな。よし、次強者の洞窟行きましょう。 10.8の84.4。 来た。あ、これか？ここだね。ちょっと暗すぎるけど。来た。あ、強者の洞窟。俺、アークモバイル出身なので、やっぱ強者の洞窟って、めちゃくちゃ難易度高い洞窟なんですよ。アイランドだと。まあ、PC 版でもそうかな。だから、強者の洞窟って聞くとちょっとビビるよね。ちなみに、強者じゃなくて、つわものですよって言ったコメントを書いたやつブロックするので。俺は強者派なのでね。なんか強者の洞窟もクレート結構上手い的な話を聞いたことあるから期待していきましょう。おお、びっくりした骨か。ブルードマザーかと思ったわ。うわ、めっちゃいるじゃん、いすぎ。おお、目がねいすぎ。お、出たドラゴン。お、ドラゴン、ブルードマザー、目がピテックスじゃん。お、湧いたわ。で、強者のアーティファクトもゲットできましたと。
せっかくだから、青嘘に預けとくか。よし、クリア。ナイス。ちょっと取れ高が心配になるぐらい順調ですね。洞窟攻略ぐらいだと、何も起こらないから取れ高にならないんだよな。まあ、狡猾もサクッとやっちゃいますか。アイテムキャッシュ、左クリック。おいボス戦さ、この間のハティ&スコル配信の後、チームメンバーを考えたじゃないですか。ただちょっと考え直して、知らない方もいるかもしれないけど、神ゲー攻略さん公認アーク配信者として絶賛活躍中なんですけど、神ゲー攻略さんのね、攻略サイトとかに動画を埋め込みしてくれてたりするんですけど、普段俺、まともなテイム、まともな攻略動画出さないじゃないですか。参考にならなすぎて申し訳ないなって、いつも思ってるんですよ。だから今回のボス戦は暴動な攻略の仕方をして、まあ、みんなの参考になればいいっていうのと、まあ、神ゲー攻略さんにもちょっと気兼ねなくページを載せてもらえるような攻略動画を作ろうかなと。狡猾の洞窟は 76.965.5、 ここら辺なんかありそうじゃないですか。これじゃね。これっぽいな。ここかな。この下、この遺跡っぽいとこの下に道があるので、広いね。狡猾の洞窟もめちゃくちゃ広いな。狡猾洞窟前、ここ扉あるじゃん。え、開く、ここ開かないのか。ローカルなのに勝手に建築されてるんだが、いや強いんだよな、一匹一匹が。あれ狂犬病かかった、まあ、体力300あるから一発ではいかられないとは思うけど、慎重に行こう。普段の俺なら、いや大丈夫だよ、つって。あれだけど。まあ大丈夫か。逃走完成用にかかることなんてないですから。一旦、引き返して、こっち行くか。すごい狭いとこ。で、なんか、落ちるとことかある、もしかして。あ、なんか罠っぽいのがあるな。こっからちょっとデスモダスに乗っていくか。あ、ここ通れない感じ？ここ通れない感じだけど、この先なんかありそうだよね。でも雲もいるんだよな。ちょっと取れ高が心配になるぐらい順調ですね。洞窟攻略ぐらいだと何も起こらないから取れ高にならないんだよな。まあ、狡猾もサクッとやっちゃいますか。ここ一旦通りたいけど、この状態で降りたらバグりそう。この、いけるか。あぶね。あ、間違えた。あぶね。あっと、あぶね。あ、あれ乗れてない。あ、デスモダス何せ。嘘だ。大丈夫ですよ。舐めてもらっちゃ困る。ちゃちゃっと終わりますよ。何も起こらないから、まあ、狡猾もサクッとやっちゃいますか。うわ、今乗れてたと思った。カワウソ死んだ。え、俺カワウソに持たせてたじゃん、今までのアーティファクト。これ取れんのかな。皆さん知ってますか、フィヨルドホークの能力で。投げるとこれ取ってくるんですよ。これを使ってあれを取りましょう。これで、来い。あ、引っかかってる。フォーク。フォーク。皆さん知ってますか、フィヨルドホークの能力。皆さん知ってますか、フィヨルドホークの能力。皆さん知ってますか、フィヨルドホークの能力。見えねえ。これってことでしょ。これってどうすればいいの。引っ張るのってどうやんの。あ、右クリックとかか。よいしょ。刺さってるっぽいけどな、これ。ほら、刺さってるよね。めっちゃ刺さってるよね。で、右クリックで回収だと思うんだけど、回収できないんですよね。この針のとこ落ちたらもう取れないパターン。左クリック。おい。騙された。あ、でも今のでちゃんと刺さってれば多分いけたのかな。騙されたってわけじゃなくて、多分地面に刺さってたんだな。ちょっとあれは諦めるしかないかな。
あれは回収不可能だね。そうだね。あそこ建築できたりしないかな。さすがに洞窟の中だから建築できないか。あ、建築できたんだ。これさ、まあ、これはローカルだからできてるかもしれないけど。もうギリギリだった今判定が。何回死んでんだマジで。もうここ行きたくないな、なんか。トラウマだ、あそこ。この奥に行きます。あれこれちょっと待って、ちょ見えないけど、これ奈落ある。わかんない、怖い怖い怖い。なんか罠っぽいのが見える。デスモダスで進めないとこ用意しないでほしい。あ、オッケーオッケー。進んだ進んだ。ああ、ありました。狡猾のアーティファクト。もう最後の最後だったんだ、本当に。本当にあそこさえクリアできてればもう狡猾ゲットして、ちゃんちゃんだったのに。くえ。あそこの奈落さえクリアできていれば。そしたら狡猾はゲットできたので、天帝と強者取り直しに行きますか。よし、これで天帝のアーティファクトをゲットしまして、よし、これでドラゴン戦への挑戦することができますと。強者のアーティファクト、狡猾のアーティファクト、天帝のアーティファクトをゲットできたので、次回はこのドラゴンにね、挑戦って感じかな。